な年齢じゃないですよね。いやいや、ロータリーって今入ってます、入ってます。あ、こんにちは。こんにちは。自分 TV、 メガネの前田 TV 第53回、ここから今から配信させていただきます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。残念ながら今日は二日酔いでございません。絶好調じゃない。うん、ちょっとね、ちょっといつもと違うな。ちょっと爽やかすぎちゃったけどね。いつものようなトークが、どんな社長なんでしょう。いつものようなちょっとトークは無理かもしれない。いやいやいや、頑張ってみます。はい、今日はね、もうスペシャルゲストいらっしゃるんですが、ね、その前にちょっとね、メガネの前田のご紹介をちょっとさせていただきます。はい、JR 中央線武蔵小金井駅南口徒歩1分弱、はい、伊東洋華堂武蔵小金井店3階。はい、メガネの前田小金井店から配信させていただきます。はい、メガネの前田は小金井で創業して64年、地元密着型の、メガネコンタクトレンズ補聴器の専門店でございます。素晴らしい。半分医者半分飽きない、はい、範囲繁商をモットーに、地元の皆様に、愛されるメガネ、お店作りを進めております。はい、以上でございます。はい、今日ずいぶん噛むね。うん、ちょっとね、二日酔いじゃないから、いつもの調子じゃないね。ね、まあ、ところでね、はい、今日のスペシャルゲストでございます。はい、歌手の、新井サッチーさんです。はい、こんにちは。新井サッチー、サッチーです。皆さん、サッチーって呼んでますね。はい、サッチーって呼んでますね。はい、私もちょっと新井さんは面識ございまして、はい、コンサートもね、はい、ちょっとお邪魔させていただくことがございますが。え、あれ、サッチーいいのそれで。何がいいんですか。やらないの、いつも。やっていいんですか。どうぞどうぞ。じゃあオーディエンスの皆様もいるので、金沢の私がどっかに登場した時は、私がせーのと言ったら、なんかタイミングが合わない、もう合わないですね。せーの、サッチーというふうになるんですけど、今日あのテストなんで、おかしなテストだと思われるので、洋画堂からクレームついちゃう。大丈夫だと思うけどね。あの、だってほら、あの人も大丈夫だったじゃん。あの人カンナちゃんマンも、カンナちゃんマン、あの着ぐるみで、そうよね。でもそれほら着ぐるみだから一応。いやいや、でもカンナちゃんマンね、トイレで、ね、着替えてきたの。ずっと中入ってたらやっぱりちょっとね、主演さん呼ばれたと思う。今日はね、着ぐるみじゃない、着ぐるみ中人間なんです。これ失礼じゃんそれ。サッチですね。あのサッチさんは歌手ということで、もう現在の活動はどんな感じなんですか。現在の活動は日本とアメリカで歌謡ショーをやって、すごいよね、ニューヨーク、すごいよね、安心で乗り込んでね、はい、ニューヨークですもんね。本当で何回やりました、ニューヨークで。ニューヨークで3回やりました。すげえでしょ、ちょっとね、何がどうすごいのかはまああれですけど、でも向こうのね、はい、日本の、本当ですよ。いやいやいや、ニューヨークに住んでらっしゃる日本の方々が、そのいわゆるサッチの昭和歌謡、それをすごくね喜んでくれる。まあ、性格的に言うと結構80年代のヒットソングなんですけれども、例えば聖子ちゃん、明菜ちゃん、キョンキョンで、例えばなんて言ったってアイドルとか、赤いスイートピーとか、明菜さんのデザイアとか。そうするとやっぱ喜ぶ、喜ぶ、喜ぶっていうか、もう聞く機会が YouTube とかしかないですよ。ね、いや結構、ね、アメリカでは見られなかったりするものがあった。特に、あの公式 の、 そのアーティストが出してる公式のものって見られなかったりするんです。だから余計紅白歌合戦を楽しみにしていらっしゃる方とか、向こう の、 あの要はですか、あの在米の日本人ってことですか。あ、そうです。もう向こうで起業しちゃってるので、あのバカンスで日本に帰ってくること以外は帰ってこない方たちが懐かしんでいらっしゃってください。でもすごいよね、日本からさ、一人でさ、ニューヨークでさ、英語ペラペラですか。いや、ペラペラじゃないです。あのいや、俺は言わなかった。でも私の英語聞いたことあるのか、全然って言うけど、聞いたことあるのかなってちょっとふと思いました。いや、さっきのデザイアって発音良かったような気がしたもんね。ちょっと巻き舌だね。え、なんでですか。失礼よ、ね、せっかく来ていただいたのに。聞いたことあるのかなって今一瞬どこで私が。ヨッシーからコメント来てますよ。はい、せーの、サッチーってコメント。ありがとうございました。よし、ありがとうございます。ありがとうございます。え、よしって吉岡さん、吉岡さんね、フォトグラファーの吉岡さん、この間プレゼント送りましたよ。あ、ね、何、いやいや、ほら50回視聴者プレゼント、村井さんと、村井さんと原田さんに送ってないからね、でしょ。まあ、取りにいらっしゃってますからね。信じられないとか言ってる、今後ろの方で。いやいや、そのうち、そのうち、まだまだこれから、まだまだこれから、今日はたくさんね、オーディエンスということで、サッチー現在はライブ
現在ライブですか。まさに昨日終わってきたばっかり。荻窪でよくやられてますよね。そうですね、近いので来ていただきたいんですけど、荻窪には荻窪ルースターっていうライブハウスがあって、そこは私80年代のヒットソングばっかり歌うっていう企画です。どの辺なんですか、荻窪の。サビルタが南口の、南口、あとスズラン商店街とかって、スズラン商店街に入らないで、ね、そのままツツツっていくとすぐ赤い看板が見えて、音楽食堂ルースター。あ、そうか、前田社長のラーメン屋さんで、昼間しか行かないんでね、あんまり夜行かないんで。あ、でラーメン街はあっちじゃなくて反対側ですよね。まあ、南もありますけどね。ありますけど、南もありますけど、まあ、北の方が多い、ね、方が多いですよね、どっちかというと。ラーメンの話し出すとちょっと ね長くなるから、まあ、最近あの前田社長は連食が多いですけど、連食が交通費かけて行ったらやっぱりね、食べないと。だいたい東京は大体連食ですね。フェイスブックに1回ラーメン食べたって投稿すると、続けざまにもう一軒行きましたって言って、大丈夫なんですか、あんな食べて。しかもライスがついてますよ、まあ大丈夫なんじゃない。ラーメン大好きなんですよね。私たちぜひお誘いしたいラーメン屋さんがあって、はい、なんて店ですか。みんなに言ってるんですけど、錦糸町と両国の間にあるよかろうもんっていう、豚骨系ですね。豚骨系、なんで知ってる。名前は知ってる。で、あの、まあ、九州にもある。本当に美味しいんですよ。あれ、サッチーは出身どちらでしたっけ。私は出身千葉の市川です。千葉の市川ね、まあ、都心に近いですよね、市川だったらね。一応市川から東京の学校とかに通ってたんで、あの半分東京人みたいな顔してます。豚骨が好きなんですか。豚骨が好きなの。で、たまたまそのラーメン屋さんに連れて行かれて、本当に美味しくて、私バリカタでいつも注文するんですけど。何ですかバリカタって。あのなんていうの、あの麺の茹で方。茹で方。粉落としからあってね、いろいろね。粉落とし、そうそうそう。で、粉落としっていうのが一番硬いやつね。硬いです。粉落とし、針金、ね、バリカタ、硬めとかね。そうそう、普通柔らかめとか。あるの。そんなどうでもいいけどね、俺。いやいやいや、でもそういうので、いやいや、ホッピーとかなんだら美味しいんだよとかって、そういうのを学んだんですよね、私。ラーメン屋さんでね。あ、そう、教えてもらって。だけどあれですかね、豚骨はどういう豚骨が好きですか。はい、あのもう博多系の細麺で、割となんていうの、あっさりめが好き。あ、よかろうもんはどうなんだろう。あの自分で油多めとかにできるんで、私はちょっとギトギトにしてもらってます。ギトギトが好きなの。ギトギトが好きなの。さっぱりよりも、まあ若いからね。うちらの年だともう無理だからね。なんで笑ってるんですか。なんかね、そうだね、今日ね、すごい、いろんな方にはね、すごい、ね、温かいの。私にはズバズバ放ねる。なんかまるでお笑いコンビ組んでたのか、うん、昔組んでたのかなみたいな。ちょっといつものツッコミと違うね。そう、あっちは本当に、ね、素直でいい子です。何言っても悪いみたいじゃん。いやいや、何言ってもいい人だ。あと、ヨシがね、前田社長、水越さん、サッチ、こんにちは。前田社長、プレゼントありがとうございます。ありがとうございます。あと、神戸さん、前田実さん、新井幸恵さん、水越弘之さん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます、神戸さん。神戸さん、名古屋からね。名古屋さん、ありがとうございます。ありがとうございます。で、今日は、会ったことがない人ね。会ったことがない人。神戸さん、ね、謎の人。誰も会ったことがない人、ね。そう、謎の人。いつもありがとうございます。今日はね、あとギャラリーも多いですよ。そう、今日はね、ギャラリーご紹介します。カメラに映っちゃいけない方は、あなたは別に映してませんからいいです。はい、ここからね、はい、ギャラリー神社ボーイ、ね、え、小金井で、カリスマ主婦と言われている、川原さんとね、あとライター朝カフェでおなじみの阿部さんね、ありがとうございます。今日初めてのギャラリー、ありがとうございます。ありがとうございます。川原さん初めてじゃない、阿部さんも初めてだね。阿部さん初めて。俺なんつったよ。え、マイク、マイク。で、隣にね、ちょっとか体だけ映すけど、ちょっと今顔映さない、あのね、あの、これ何だっけ、あれつけてるの、あの、ネクタイじゃん。あ、スコットタイをね、気をつけてるね。俺の真似して。あ、スコットタイ。顔映してないか。何て言いました、何て言う人でしたっけ。え、村井さんです。いやいや、その前に着くでしょ。その前にフォルクスワーゲン村井。そう、フォルクスワーゲン村井。ああ、そう、命名されるフォルクスワーゲン村井。ポルシェからね、フォルクスワーゲンに格下げになってた。あとね、原田さんね、東久留米からありがとうございます。神社ボーイ、神社ボーイ原田さん。原ちゃん TV です。原ちゃん TV、そう、さっちそのうち原ちゃん TV にぜひ。フラちゃん TV で3月11日に。あ、金曜日ね。はい、3月11日、ね、ライブ活動ちょうどキャンペーン中なんで。あ、よかったです、はい、ね、
何でしょう、1万人の視聴者ですから、はい、カルちゃん TV ぜひで宣伝してください、はいはい、ということでね、たくさんのギャラリー、さすがサッチ、ね、人気者、ね、で今日はサッチ、なんかメガネはね、普段かと、うん、目はね、そんなに悪くない。さっきちょっと見てましたよ、どうでした目。うん、あのそんなに問題ないよね。そうですか。うん、珍しいですね。あんまり目使ってないんじゃない。どうか使ってないのかな。いや、細かいものをたくさん読んだりとか。あ、私ね、英語の勉強して、スマホもそうですけど、英語の勉強してるんで結構辞書引くんですよね。あ、素晴らしいね。厳しい英語塾入ってるんですよ。あ、そうなの。ちょっと喋ってもらわなきゃいけないね、英語。英語の歌です。英語の歌。英語の歌は一切歌わないですよ。え、ニューヨークでも歌わないの？歌わないですよ。全部日本語の歌だけ。一切歌わないです。一切歌わない。だって、ね、相手のお客さん日本人だったんですから。ね、ただロスに行った時に4人ばかりイギリス人がいたんですよ。だからこれはなんかちょっと英語使わなきゃいけないのかなと思って焦って英語の MC をややして、でその後はラスベガスの日本祭りに出たんです、うん、だ8割以上やや9割アメリカ人とかアメリカ人じゃないけど外国人だったんで、それはさすがに合ってんだか合ってないんだか分かんないよね、微妙な英語の MC をしました。すごい。なんかそれで本当に必要性を感じて、うん、なんかいつもニューヨークでライブをやるときにものすごく英語のできる友達がピアノを弾いてくれて、うん、なんか困ったら彼女に言えばいいやっていうのもあって任せっきりだ、うん、全然物落ちしそうもないもんね。そうそうそう、すごいよね。でその子も結構きつい厳しい人 で見てないから言うけど超厳しくて、もうさ3年も毎回毎回ニューヨークに来てて、しかも私1ヶ月滞在してね、一月も滞在してて全然英語力伸びてないって恥ずかしくないってこの間言われて宮島みぎおさんって言うんですけど、宮島さん、恥ずかしくないって言われて、いや宮島さんに言われたらしょうがない、いや恥ずかしいっていうかっていうかみたいな点々で、ちょっとさ勉強するって言った割に全然変わってないじゃんって言われて、ね、そろそろやった方がいいよ。今ね、みぎわさんの名前出てきましたけど、サッチの人脈もすごくてね、そのみぎわさんってニューヨークで活躍してる作曲家ね、うんうん、私もお名前だけ、あのフェイスブック上では、そう、うん、あのメディカスにも出てくださいましたけど、うん、そのメディカスに出てくれたきっかけがサッチのご紹介。素晴らしいね。そう、ぜひ出た方がいいな、みぎわちゃんと思って、うん、すごい。ちょっとさ告知させてもらっていいかな、はい、あの実はね今日53回なんですけど、はい、まあ、50回を迎えたということで、うん、来月3月31日にですね、50回記念、まあ記念、一応記念パーティーと言ってるんですけど、パーティー、TV 50回記念パーティーって言えるかどうか分かんないんですけどね、まあ、ラーメン ソムリエの私らしくね、ちょっとムタヒロでね、ムタヒロっていうのはどういうお店ですか。あの国分寺を拠点に、国分寺と西国で5店舗展開で、あと大阪に1店舗と韓国ソウルに。うわ、マジで。しかもまだ4年ぐらいしか経ってない、3年か4年しか経ってない、もう本当全国レベルのラーメン屋さん、ムタさんという人とヒロさんという人が始まった。それでムタヒロなんだ。そうそうそう、で2人ともメガネうちで買ってくれた。おっと、さすが。で、一応そこの4号店が、串揚げのお店なんですよ、南口に。でそこを貸し切りにして、まあ20人ぐらいしか入んないんだけど。南口って丸いじゃないの？丸いじゃない、丸いですね。で、あれは北口、あれ北口、あれは北口、その反対側ですね。もう駅、もうあのなんだ、モスバーガーがあるでしょ、あれの、ま、裏です、もうすぐ1号店のすぐ隣にあって。もうね、ムタヒロをね、貸し切るなんて普通できませんからね。いや、できない。さすがに前田社長に。前田社長ぐらい。いやいや、他のちゃんとしたレストランは無理だから私。いやいや、そんなことない。やっぱりラーメンソムリエとしてはね。いや、ラーメンはちょっと今いろいろ考えてます。どうしようかなと思って。串揚げ。串揚げとかね、でもね、あのつまみもね、ラーメンに関係するつまみあるんですよ。麺刺しとかって言ってね、麺の刺身。へえ。あ、でも麺もすごく太い。まあ一旦もめんと言ってるんだけど、麺、これはすごく美味しいの。麺刺しとか。楽しみですね。で、まだ大丈夫ですか、申し込み。うん。ね、一応今日現在でさっきまでで12人一応決まってて。あ、向井さん入ったから13人か。そうそう、だからあと7人だけ。はい、ということでぜひ皆さんご興味があってね。3月31日。それにまあ伴ってじゃないんですけど、次回ね3月10日木曜日第54回なんですけど、ムタさんに来てもらいます。あ、ちょうど良かったですね、ムタ、うん、さん、ね。ただね、ムタさんに似合う眼鏡がなかなか難しいね。それはどういう意味で、うん、うん、ちょっとね、そういう顔してるから。それなんかプロになってない。あのね、一度見たら絶対忘れない顔。一度見たら絶対忘れない。あの
見かけはね、私ぐらいの年に見えそうなんだけど、まだ35、6、でも子供がね、子供がもう4人いるんだよね。すごい。で、子供はみんな奥さんに似てて可愛いの。まあさ、言われても困るんだけど。いやでもすごいいい人、武田さん。ヒロさんは新井さんって言うんだけど、ヒロさんもすごいいい人。楽しみですね。次回ね、3月10日。違います。うん、もともと国語辞ではないですね、2人とも。まあ次回ムタさんということで、まあ、その3月31日のメガネの前田 TV50 周年記念パーティー。50周年じゃない、50回、ね、50回か、50周年もやったら俺100歳になっちゃう。100歳になっちゃうから。50回記念パーティーもぜひね、ご興味ありましたら Facebook のイベントページがねありますんで、ぜひね、ぜひよろしくお願いします。 あとね、川本さんから来てますよ。皆さんこんにちは、見てますよ。川本さん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。右側さん、はっきり言いますよね。あの右側さんのメディカルさんも見てくださってね。あ、そうそう、コンサートも、そうそうそう、コンサートも行って、あ、そうですよね。はいはい、カモさん、ありがとうございます。ということで、カモさん、クイズ中の方ね、本当メガネね、あ、そうだ、その前にちょっとじゃあ少しだけ紹介、はい、最近あのイチロー選手がね、ちょっとメガネが変わったんですよ、かけてる。お、そうなの。まあ彼はオークリーのいつもかけてるんですけど、うん、で実はこのジョーブレーカーっていう、最近これをかけてます。ジョーブレーカー。よいしょ。これをかけてます。よいしょ。で、これね、どちらかというとサイクリスト、要はロードレースね。かっちょいい。本気に開発されたやつなんですけど、多分オークリーからこれかけてくれって言われたんだろうね、多分イチローがね。新しい。これ新しいです。まだ去年のモデルね。そうですね。去年の秋だっけ、モデル。これはちなみにこちらで売れたりしてるんですか。いや、これはね、結構これ3万8000するの。オークリーの中でもすごい一番高いかな。そう、そうです ね、高いものですね。ということで、こちらをちょっとね、ご紹介。あと、まあエフェクター最近このワーミーっていうのが久しぶりに入ってきましたんで、これが久しぶりに入ってきました。本当久しぶりに入ってきました。意外とコンパクトですね。そうですね、これでも問い合わせもかなり多い人気モデル。あとまあこの辺はもう一番最新の去年の秋に出たモデルですね。エフェクター。はい、エフェクターの上は何ですか。ボトムと、それからナットと、からこれが何だろう、これがフレット。あれ、それ色何、黒、これ黒、これネイビー。あ、これネイビーか。ネイビーいいですね。いいね、ネイビーで、これほら芯が入ってない、芯なしタイプ、芯が入ってないですね、これネイビーいいな。女性でかけてる方あんまり見たことない。いやいやいや、いますよ。すか、うん、ちょっとサッチかけてみます。かわいいじゃん。あ、いいよ。うん、意外に。なんで意外になる。なんか昭和歌謡じゃなくなるね。あ、でもすごくいい、それ。今日は一応のメガネを宣伝する立場として来たので、ありがとうございます。なんか衣装っぽいもので絶対ステージでかけないわけじゃないですか。あ、はいはいはい。ですか、かけないので。でもかけてもいいんじゃないの、別に。だってメガネでも流行ってるし。多分かけないと思うので、そう怖いって。だから私服できた。あんまり好きじゃなかったね。だから超私服できたんです。あ、はいはい。だからほら、英語の勉強とかしたりしてるんですよ、誰も。これフレットなんでしたっけ。これフレットかな。これいいね。これなんかこれすごい気に入ったんですけど。ナットだ、ナット。ナット。すごいいい、それ。うん。はい、散々違うものでセレクトしてる。うん、あ、これかけてみて、はい、これ似合ってると思いません、自分で言うのは。いや、似合ってます。少し大きいのはやっぱり好きなんですね。あ、そうだな、好きなんだ、はい、これでなんか英語の辞書も頑張ってみることができ、ここからね、メガネソーリーが清水つきたいです。もう俺はいいや。いや、俺いいわじゃないんだよ。いいわじゃないんだよ。よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。俺はいいや。でもこれも上がって強く感じるかもしれないですけど、あ、これはまいいですね。個性があるんで。これはどこのですか。これもエフェクターです。エフェクター何、あ、これもいいじゃん。これもいいですよね。これネイビー、これは黒です。黒、これもいいわ、すごくいいですよね、まあ、うん、サッチーさ、はい、もうちょっとこっち寄っちゃって、はい、うん、で、シミさんもちょっと何とも、はい、これいいですね。やっぱ縁が太い方がいいのかな、似合う。あ、池上さんも来てますよ。前田社長、水越さん、サッチー、こんにちは。今日は美女登場にもかかわらず仕事の都合で欠席ですいません。
ちなみに大阪出張でありません。よかったですね。さっち、昨日はどうもしてますけど。昨日、池上さん、エシャープファクトリーのジャンティーライブに来てくださって、一番前で。あ、一番前で。ありがとうございます。はい、そういう太いのを作っていうのを知ってますよね。おしゃれですよね。これは何？ネイビー。これネイビー。これいいね。これいいですよね。いいな、ネイビー。でも普段しないで、なんか辞書とか知ってる、英語の勉強してる時か、英語塾でしか書けないけど、いいのかな。いや、いいですよ。これもフィクター。フィクターです。これもいいですね。やっぱりこういうのが好きなんだ、私。あ、すみません。ギャラリーの方、声入っちゃうんですけど。すみません。ちょっと今、仕事の話をして、ビジネス。あの、結構拾ってるんで、すみません。で、ボトムって、これがまた個性が出ます。エフェクターからご紹介。エフェクターがあのスポンサーになってくれないかな、かけてくださいって。それすごいことだよ。そしたら私、あの、ステージでもかけるんだけど、いつも普段着で。いやいや、いやいや、いいと思います。ステージ衣装はマーク・ジェイコブスとか。これはどうなんですか、自分で。え、これもいいけど、私こっちより、このネイビーか、そうですね、エムがいいかも。今黒が多いんですけど、違う色かけていただいた方がいいと思いますね。もっといろいろな色が、はい、あるんで、ね、はいはい、うん、でもこれも素敵ですけど、うん、どうしたらエフェクターがスポンサーになってくれるかな。どうですか。そう、だからかけてくださいって別に、はい、毎月100万円出せとかそういうことじゃなくて。毎月100万円出せってことじゃないですよ。これはサッチさん、これはネイビーのやつですね。これさっきのやつ、これいいなと思って、これいいですね。似てるんですけど、買っちゃうかも。そのぐらいの大きさのは合う、すごくいい、ぴったりじゃん、マジで。ね、でもそれすぐ売れ、さっきなんか電話の問い合わせが来てすぐ売れちゃうような、電話の問い合わせが来てすぐ売れちゃうのはこれ。そうなの。はい、皆さん人気があるのはあのメガネの前田では2万4000円のこちら。これが今電話のお問い合わせ。それかけた？それランチ、はい。これお問い合わせ殺到中のこちらですね。ランチはね、女性にもね、うん、合うよね。いいと思いますね。さあ、これお問い合わせ殺到中ですので、気になる方は早めにご連絡していただければ。あのお求めいただけるかもしれません。エフェクターのランチです。はい、サイン付きと、サイン付きとね。CD 付き。続いてどんなの？いや、普段あのこういうのをこういうサングラスをかけてるっていうことだったんで、ちょっと違いますけど、はい、ティアドロップって言ってナス型。グラさん、はい、こういうの持ってらっしゃるってことだったんで、まずこれはまた別として、こういうのとか、はい、あとはグッチでガッっていうようなのをかけてます。ニューヨークでかけてほしいね。あ、かけてます、かけてますね。かけてます、すごいね。日本でもかけてますけど、日本でもね、はい、ちょっと今あの今回はあの普段大きいのかけていらっしゃるってことなんですけど、はい、まあ、小さい細いやつもちょっとかけていただこうかなと思いまして、いい、ね、まあ、その前にちょっと強く見てあの見えてしまうもの、先ほどちょっとあのかけていただいたんですけど、こういうのはすごい強くお顔がなっちゃうんで、はい、まあ、ご本人様もあの新井さん自身も言っていただいてたんですけど、ちょっといいじゃん、ご存知なんですけど、なんか教育ママとか塾の先生みたいなのですか。なんかね、笑ってやろうと思ったけど笑えないわ、似合ってて。塾の先生、いや、すごくいいよ。水越くん、宿題やってきましたか。いや、それは言ってるけど。お父様、いつもひろゆきさんが宿題をやってこないので厳しくおっしゃっていただかないと、いくら塾でみたいな風になっちゃうんか。いや、そんなことないよ。あのね、ちょっとセレブっぽくなる。これかけるとそうですか。そっちの方がさっきの、そうそう、ザ40代って感じじゃないですか。いやいや、あのもっと地下アイドルには見えないね。ザ40代これだと、そういうふうにおっしゃってたから、ちょっとそれを崩す感じで、ちょっといろいろお持ち、はい、いや、20代に見せようとは思ってないですけど、メガネでね、まあ、ちょっとこれつまらないかもしれないですけど、はい、まあ、おとなしく、今のちょっと強さを少し抜く感じなんですけど、まあ、おとなしい、これは。これはおとなしいね、確かにね、はい、これ会社員だったらいいですよね。なんか普通の感じ、OL、うん、普通の OL だね、うん、別にそんなに強く笑ってるいいっすよ。なんで笑ったんですか。社長が笑ってるって、なんで笑ったんだろう。全然強すぎる、普通すぎるからね。強く見えないようにっていうような形です。なるほどね。でも、はい、眼鏡やっぱ違ってきますね。違いますね、本当に。眼鏡、眼鏡が顔の一部ですですよ。さっきのに、本当にさっきのに戻ると、さっきのに戻ります、はい、うん、全然やっぱり印象が全然違うね。違うと思うんですよ、ね、本当だ、はい、うん、で、まあ、いい、さっきのこれもセレブっぽいね、うん、ちょっとこっちの大人しい方がやっぱりつまんないですよね、うん、うん、確かに柔らかさは出るかもしれない。サッチーはね、ちょっと普通じゃない方がいい。三越とか行くとき、これ三越、三越とか行くとき、買い物行くときはこれかけていった方がいい。
なんで前田さん笑ってるの。三越とかさ、メガネは顔の一部ですとかさ、ちょっと言うことが昭和だよね、やっぱ。いや、そうです。三越ってあんまり言わないので今ね。あ、ごめんなさい、いけない。そんなことないよ、関係ないよ。ゴーゴー伊藤洋華堂。いやいやいや、そういうことね。ハットデパートじゃないか。あと同じ柔らかさで、ちょっと個性を出しましょうっていう感じです。これも柔らかいです。はい、これは柔らかい。やっぱり、でもちょっと形とかを少しあのおしゃれをしていただいてる、うんうん、あの本当にこのうちの上側のおしゃれだね、これ、はい、すごくおしゃれなんです。おしゃれだね、これ、うん、すごいおしゃれ、これ ここので、あの、うん、ね、本当に強いってイメージは少し取れるんじゃないかなっていう。でもサッチの視力はそんな悪くないんだよね。遠くの目としてはですね、遠くはよく見えます。近くは見えなくなってきて、近くだから、その夜になるとその辞書の文字が見えなくなってきたりとか。 あとちょっと個性を出しましょうっていう。おスマホの、はい、こういう、これすごい軽くて、軽いでしょ、それ。これ軽いですね、本当に軽い。ちょっとまたキャラを作りましょうって、はい、ちょっとでもね、サッチのキャラが濃すぎるからね、なんか全然メガネどんなのかな。でもこれ別に可愛らしい、なんかやばいなって感じじゃないですよね。あ、でもそれはね、ちょっとあの秋葉系だね。そう、そういう、うん、そこの、じゃあメイド服でも着て。そうそう、いつもよりもツッコミがすごいね。え、そう。いやいや、いつもこうですよ、私の三越さんは。そうそう、もうちょっとソフト、いつも。あ、知ってます、知ってます。ちょっとでもサチらしくなってきたね、それ。これですか、うん、見慣れたんですね。そうそう。あとちょっと今度は少しお色入れてって、まあさっきお色入れる前から手前こっちからいきましょう。はい、こういうのも似合うかなと思います。これもおとなしい感じで似合います。私もおしゃれなんですよ。これはどこなんですか。マックス&コー。あ、これもいいね。これなんか若い方もいいですよね。はい、これいいんじゃない。これもいいです。まとまりあって、これはあのやっぱりその年相応というかしっくりきてるね。うん、馴染みやすいって感じで、大人っぽい感じが、はい、すごくいい。どうですか、私、ね、教育ママとかクレーマーに見えないメガネをかけたい、そればっかり何度も言ってる。なんか一回ギャグでかけてもいいんですけど、なんかいかにもクレーマーとかいかにも教育ママみたいに見えちゃうようなあのフレームなしとかちょっと無理。そうね、フレームなしかけちゃうと超うるさそうって感じになっちゃうんで、淡白なお色とかは結構キリッとしすぎちゃうのかもしれないですね。うん、川本さんがエフェクターのフレームは毎年新しいものが入ってくるんですかって言ってますよ。毎年1回ぐらいは新しいのは出てるかなっていうぐらいですね。あ、そうなんだ、はい、でも私も一応出てるの。出てます、出てます。一応あの、はい、何あの展示会があっても1年後だから入ってくる。そう、それが入ってくるのが1年後。はい、ちょっといいかな。あとね、池上さん、サッチ今後のスケジュール。池上さん、3月22日オインボルースター、4月10日目黒ブルースすごいなアレイジャパン、書いてくれてます。池上さん、本当にありがとうございます。しくしく今ね、辛いんです、ここのスケジュールは。そうですよ、水越さんがちょっと他の方よりきついだけです。神戸さん、清水さん、こんにちは。さあ、こんにちは、ありがとうございます。はい、じゃあ次行きましょう。はい、ちょっと明るい感じで、はい、明るい感じ。はい、ちょっと珍しいパープルっていうよりも、うん、そうね、すごい変わるね。これはおしゃれさん、おしゃれメガネだと思う。おしゃれだね、これ、うん、これパープル、パープル、パープル、ね、でもよくね、うん、でも青で少し、そうだね、濃いパープルあるんですけど、本当にクリアな紫あんまりない。どこのマックス&コ、こうです。これも素敵でおしゃれな、ね、これもいいね。2つ目、3つ目のメガネですよね。あ、はい、いくつ買っていただいてもいいんで、馴染んでます。売るほどありますから。私ね、これ結構似合ってると思うんですけど。似合ってる、似合ってる、それすごい。サッチメガネ似合うね。ね、もったいないね。もったいない、印象がもっとね、いろいろね、はっきりするよね。あの、やっぱり、うん、かけた方が、そうそう、かけた方が逆にいいかな。普段ボサッとしてるんで。そう、いや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 、オフの時かけたらボサッとしてるんで、少しもっと色濃くてもいいと思います。うん、普段ね、地味でいいんですよ、なんか雑踏に紛れてて。なんかね、普通の人がそれ派手だと思うけど、サッチ地味に見えるね、それ。地味になっちゃいますね。これどこのですか。それ、プロデザインデンマーク、ね、プロデザインです。プロデザインデンマーク、うん、デンマークからってきました。名前の通りデンマークの北欧、北欧。それは面白くない。これはね、そうですね、色は薄く、うん、でも割と綺麗でしょ、これ。これ素敵ですよ、本当に。テンプルの部分、綺麗でしょ。グリーン、ね、おしゃれですね。ちょっと柄、
ヒロミは地味なんですけど。あ、でも私ね、結構こういうのが好き。あ、うんうん、いいんじゃない。そうですね。それどこなんですか。これもプロデザインデンマークです。やっぱりちょっとこのデザイン、デザインってこの色が面白い、おしゃれですね。いいね、それかなり個性的です、はい、でこれも相当おしゃれですよね。おしゃれですよ。それはね、ぴったりだと思う。今日の服の底の肘の柄の部分と合ってると思う。少しお色入れてもいいかなと思ってるんですよ、私は、はい、この中に、はい、なるほど。あ、レンズ、レンズ、ね、はい、これもいいね。これもいいですね、うん、いい。多分私似合ってると思う。似合ってる、似合ってる、うん、なんかおあの最先端行きたい方、これいいですよ。なかなかない、こういうのしてる方、都内では見たことないです。プロデザインデンマーク、プロデザインデンマーク、これいいね。プロデザインデンマーク、あ、これごめん、ラフォンだ。これラフォン、ラフォンだな、ラフォン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 、メイドインフランス、とフランスからやってきました。で、ちょっと細めの、細めの感じを少しずつかけていただくんですけど、細めの感じがね、だんだん、これなんかは、これも似合うと思います。それはまだいい、はい、カジラさもあって、サッチ、メガネ似合うね。似合うね。似合うんですか。私ね、すぐメガネをかけるとなんかそのクレーマーみたいなのとか、なんか恐怖ママに見えちゃうと思って。少し遊びがある感じも柔らかく見えて、はい、恐ろしくてかけてくれたらいいと思うけどね。え、俺もそう思う。どうでもいいです。ほら、川本さんがメガネすごく似合ってます。ほら、川本さんは嘘ついてないからきっと本当に似合ってるんでしょ。ここにいる方はどんだけ。みんな嘘つけばそうみたいですよね。嘘つきと意地悪の集合体ですから。本当だよ、本当に似合ってるよ。あ、草間ちゃん来てんじゃん。そうそう、草間さん来られたの。ちょっと映しちゃう、うん、こういう色もいいと思います。これもおしゃれ。これどこなんですか。これもラフォンですね。メイドインフランスです、うん、フランス。これも同じような柄からまた、いろんな色が入ってる。あ、面白いね。これも2つ目、3つ目に持ちたい。形としてはさっきの方がいいな。本当、これとかこれとか本当に個性的ですよ ね。やっぱりあのフランスとかやっぱり北欧の方がやっぱ違いますね。ね、違うのね。違う。少し丸みがあった方が人気がありますね。こういうの好んでる人もいるわけ。ね、うん、おしゃれ、眼鏡は顔の一部ですよ。おしゃれする方は、それすごい、おしゃれする方はそれはそうです。あれ、でも意外とこういう細いのも似合うんじゃないかなって。大きいですか。眼鏡は顔の一部です、だから東京眼鏡。あれはさ、すごいよね、いよ、みんなサチ、これ相当古いです。いや、私子供の時からそればっかり、なんかいつも。でも、だって20代じゃなかったの、違ったの。20代後半なんで。もう一個、他にもよそのコマーシャルソング歌えるんで、私もじゃあ前田のコマーシャルソング作ろうかな。作ってもらえば。本当に。でもさ、うん、東京メガネのさ、その歌は覚えてるけど、それが東京メガネっていうところまでいかない。嘘だ、私最後まで覚えてるし、メンメンメガネのんも最後まで歌えるし。それは言わなくていい。それは歌えるし、だからメガネの前田もみんなが歌えるようになれば。なるほどね。それ嬉しいけどね。そういうことね。東京メガネもちょっとね、最近あんまり良くないんだよね。てか店舗どこでも見ないから、なんか、いや、ちょっといいですか。よくわかんない。昔ほどのね、勢いがね、うん、はい、前田メガネで、メガネの前田でメガネはお願いします。どうですか、武蔵小金井駅徒歩1分。これはどこなんですか。これ、これもラフォンです。ラフォン、うわー、おしゃれだな、これ。色の使い方がすごい。これはザーマス系。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ザーマス系。サッチがいらっしゃいませって。来ていただいたお客様はね、みんなでいらっしゃいませって全員がカカカカカって言った。2期の歌詞じゃないから。いい。あ、そうですか。なんかみんな店員がわっと出てきて、いらっしゃいませ、これ引いちゃうから。引いちゃうから。じゃあラモンシリーズです。え、ラモン、ラモン、ラモン。5人も6人も店員が出てきて、ちょっと細いし。でもこれもいいじゃないですか。これもおしゃれな、おしゃれですね。今すごいおしゃれ。いいですね。その色綺麗にお肌に乗っかりますね。ご本人はおしゃれメガネですけど、多分私はなんか自分の安心感は大きい。でもこれで教育ママゴンとかクレーマーには見えないなとは思ってます。おしゃれで、そう見えるのがね、一番の恐怖。見えないから大丈夫、大丈夫。あとまた顔細いの。そうです。
これもね、とっても、うん、脇もこれどこですか、この村さんですね、ラフも本当にいろんなのね、この形ね、うん、これすごい個性的だよね、これ、ここもとっても素敵なデザイン、これも素敵、これが金属で、ちょっとピンクっぽいのとか白っぽいのかけたらすごいキリッとなっちゃうなと思います。何度もいい表現でキリッとなっちゃう、キリッとなっちゃうっていうのはつまり教育ママゴンとかゲーマーっていう意味ですからね見てる方はそんなことないから大丈夫ですよ、そんなことないよ、うん、大丈夫です、なんか文句言いに行くときはそういうメガネかけてあ、文句行く用のね、行くときはね、そあれこれもラフォンです、ラフォン、あ、これもいいですね、少し今度はね、素敵ですよ、はい、うん、いいですね、メガネかけてもいいと思うけど ね、顔の印象がすごくはっきりするから、これもいいですプライベートはボサッとしてるんで、いやいやいや、ボサッとしなくていいと思う、少し大きめのラフォン、大きめのラフォンはどうなのかなって、ちょっとこれ当ててみて、これも可愛い、あ、見てくださいね、これ、あ、これ色がすごくいい、中とこれどうだ、もうちょっと派手の方、うん、もうちょっと明るい色の方が良かったかなっていう、うん、ああいいじゃないですか、これも結構、うん、あのザーマス系ちょっとセレブじゃないですか、そうね、意外とそのザーマス系っていうか言ってたんでそういう風におっしゃってたんでそういう風に言うとこういう感じすごい似合うと思います、ザーマス系って先言わないけどね、言わないですけど、え、ここ今日はもう昭和ワールドなんで、森家の清水さんに言ってほしくないな、いやいや今そういう風に森家さん言って今日は昭和なんでこういうの似合うと思うんですよね、はい、上がってる感じなんですけど、あ、なるほどね、はい、ザーマス系ね、似合うなっていうザーマス系ね、何が恐怖かってトラウマになってるかっていうと、うん、すごい名前が挙げちゃわないんだけど、うんさんっていう小学校、私という妹の通った小学校のあの何同級生っていうかその同じ学校に行ってたこのうんたさん、まるまるたさんっていう怖い教育ママがいたんですけど、その方のメガネがもうそのいかにもそのザーマスメガネで、でみんな陰でうんメガネ、例えばその人が荒井さんだったら荒井メガネってあだ名をつけてて、もう超怖そうだ、だからどうもそのメガネを見ると荒井メガネを思い出しちゃってでなんかトラウマになって、そうそうトラウマになって、それやっぱ小学生だったから、あので教育超教育ママだったから、あトラウマとかなさそうに見えるけどね、なさそうですか、だから私もそういうなんか荒井メガネにならないように、全然問題ない、明るい感じ、あ、浜崎さんこんにちは、来週また上京します、あ、浜崎さんこの間だって原ちゃん TV 出てるでしょ、 あ、そうなんだ、浜崎さん、はい、浜崎さん来週、来週原ちゃん TV、それでサッチはいつ、サッチ次の週3月11日ですよね、すごいね、どうも、うん、これあいいじゃないですか、これもおしゃれ、これも可愛いね、どこの、ゴッシュ、ゴッシュ、ゴッシュ、どこのですか、ゴッシュ、これはアメリカ、あ、ごめんなさい、日本にはキャサッチ、サッチがね、今日ダメよ、俺なんかさっきから言いかげなこと大丈夫ね今日ダメ、いろいろ展示会で賞を取ってる、言いかげなこと言ってるわけではなくて、展示会で賞を取ってるデザイン、あ、そうなの、だってこれいいよ、ものすごくゴッシュはね、ほんと可愛いよ、うん、あのジュニアもあるんだけど、あ、そうなの、うん、ゴッシュ、ちょっともう一回かけて、はい、女性にすごい人気あるよね、はい、メイドインジャパンですからね、品質は確かですよ、いいですよ、前田社長もね、ブログで今回サッチの紹介しましたけど、はいはい、あの写真素晴らしいでしょ、ねえ、それは何が言いたいの、修正なしですよ、あれ、あ、そうそう、修正なしですよ、それが驚くでしょ、あれはな、え、え、ちょっと待って、あんまり言わないいやいや、言ってくれていいんですけど、私どこでも言ってるんですけども、あれすごいですね、私かつてそのもっと若い時からお化粧はしてるけど修正はしてないってことでしょ、あ、そうそう、お化粧もちろんしてますけど、かつて昔からその毎年のように撮りますよね、その自分の、はいはいはい、宣伝のような写真を撮るんですね、オーディションとか行ったりするときにその写真が必要なんで撮るんですよ、はいはいはい、とかタレント名鑑とかってみんな出す、はい、で大概お直しをするんですけど、私どの写真も妖艶な感じだよね、すごいよ、今 あれね、あの売れない演歌歌手みたいだからやめろって言った人がいる、そんなことないよね、そんなことないよ、吉祥寺に住むコンサルタントがなんかさっきさ、それ売れない演歌歌手みたいだから、そんなことない、プロフィール写真撮り直して、あれしか使っちゃダメだと思う、あれでしかそのぐらいよく撮れてる、うん、なんかあれ写真と違うってみんな言われないとかよく私言われるんですけど、でも修正ゼロですからね、本当に、うん、あの写真は ね、皆さんに見てほしいぐらいね、本当本当、なんか言われる、そんなことないでしょ、はい、はい、うん、
あとこれはまあ最後可愛らしい感じ、はい、でこれはどこですか。これはプロデザインデンマーク。プロデザインデンマーク。これは可愛い。これがね、キャンディーをデザインしてる。どれ、キャンディー、キャンディー、キャンディー。あ、可愛い。これも可愛いです。横がやっぱり、どれ、ああいいね。ここがキャンディー、はいはいはい、あんまりそっち側だと見えない。あ、そっち側だと。あ、見える見える。あ、すごいすごい。へえ。これもいいです。あとはまあサングラスちょっとかけていただこうかな。これがサッチバチッと決まるよ、これサングラス。多分さっきのでもあのティアドロップの丸も似合ってた。あれ似合ってた。あれでニューヨーク歩いてもらわないと、うん、私もこのこの形まさに大好き。セレブ芸能人これも日本でも海外でもこの形かけますね。大好きですって感じですね。すごいよ、大好きな形もう私の定番なんですよ。サッチぴったりだよこれ。でこういうのかけてるともうね、絶対ね、あの、何を間違ったかサインしてくださいって人が、ね、出てくると思う。昨日サインしましたよ、お客席のお客さんに、ね、顔半分隠れちゃってますけどこれも無理、無理なんか、なんかだんだん今日はちょっと水越さんみたいでいつもより2、3歩前ですから、なんかインフルエンザかな。これもいいよ。さっき始まる前にちょっとお話しさせていただきます。これもいいね。それいいよ。似合う、似合いますよね。エクロマネ多分私のメガネだと思う、ね、これサッチやっぱりこういうなんていうの派手な方がいいよね。いや派手じゃなくてもいいけどメガネかけた方がいいよ絶対、うん、本当。でも芸能人っぽくこっちをかけて。あ、それもいいよね。はい、これも安心感。シュマさん遊んでない今日。遊んでない遊んでないです。今日ね二人でかなり打ち合わせしてたよ。本当これはいろいろ新しい。こういうの嫌だとかこういうのは困るとか言われた。これこそあります。すごいインパクト。これこそありますよね。これすごいインパクト。カノシマみたいな。今までは黒かったんでちょっと目は分からないんですけど、それは目線が分かるんで、これはいいね。かなりそういう、これ絶対かけてもいいと思う。え、アキラくんみたいにならないですよね。かっこいいですよね。何それ。キングファイブの、あー古いやつ。年が分かっちゃうから。あ、そうそう。でもあー、なるほど。いや、私ね、幼稚園の時とか同級生かなと思幼稚園の時に親がそういうレコードをいっぱい買ってあの聞かせたんですよ ね、 ね。ヒンガーファイブとか浅岡真由美さんとか。ヒンガーファイブって、ね、東大和だったんだよね、住んでるの。あ、そうなの。そうそう、東大和。へぇー。あの、でもヒンガーファイブは好きだったね。よかった。リンリンリリン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 ってことですよね。そう。いや、でもね、アキラくんね、分かったよ。タイコちゃんが一人、妹さんがいて。いや、でもこのメガネすごくいいよ。やっぱサッチャーにこのぐらいかけてもらいたいね。それぐらい。今ね、これぐらい。はい、こういうの大好きです。カザールだよね、これね。あ、そうですね、カザール。まだありますか。 あと最後は、まあ、ちょっと先ほどかけていただいたんですけど、これには。あ、これがね、内側がすごいんだよ、その、これ。これどこでしたっけ。これはラホンじゃない、ラホンだね。これ内側がね、おしゃれですね。内側に、錦鯉みたいなのがラホンがね、内側が。外はちょっと混んで、シャープになってるんですけど、うん、見てください。内側が錦鯉みたいな。内側が。すごいよね。これ見えないおしゃれですよ。やっぱこういうのを ね、 そこ大事ですね。こういうのできて、なんか外したりした時に、はい、あ、そうね、パッと違いが分かるので、はい、だからメガネ分かんない人には分かんない。いいんですよ、分かる人だけ分かれば。あ、これもす、やっぱこういうグラサン、うん、今までの出演者の中で一番似合ってるね。すごい似合ってますね。グラサンが、ああ、すごいよ。じゃあグラサンいただいてくる。いただいてことが言っちゃう。いただいてことがあって、いや、ちゃんとお求めいただくっていうことですよ。当たり前でしょ。そのかけて帰っちゃうと失礼な。ね、そうですよ。いただいて。これもいいね。こう入れて持って帰っちゃいただくじゃないですよ。ちゃんとお支払いしていただくんです。これ何だ、箱田ちゃん。え、これ何？これものすごくおしゃれで。そうですね。色の使い方が。ね。モンマさんじゃないですか。モンマさんって言ったら。あ、うちの自分じゃない。モンマさん、ご丁寧なお手紙ありがとうございました。東黒目に行く前にお店に寄れるかな。あ、 ありがとうございます。モンマさん、ぜひぜひ。はい。どうしたの？金曜日よね。あ、今日いないの？はい、今、お昼行ってる。あ、ほんと。うん。あと、この間、箱崎さんがこう来てメガネを、ね。メガネお買い上げいただいて、もうイメージを一新するメガネ。ね、その時の担当春日井川と並んでもらっても OK。ね、うん、モンマさんだったの？そう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 。はい、じゃあ伝えてください。ありがとうございます。はい、箱崎さん、ありがとうございます。さあ、ということで、今日ね、皆さん、どうですか、サッチに似合うメガネ、村井さん、どう？これね、2本、1本に絞れなかったんですよね。
さっき紫の濃いやつがあったよ。これ、うん、これとね、あともう一つの銘柄はですね、これですね。あ、これ。この中の方はやっぱりなんか小さいあれのがいいと思うんですかね。あのね、いつも言ってるんですけど、今日言ってなかった。出た。メガネっていうのは自分にかけていいなって思うんじゃなくて、人から言われてこれは似合うよっていうのをかけた方が絶対いい。あ、でもそうですよね。それが絶対正解。さっきこっち見てどう？はい。あ、いいじゃないですか。ね。あれ、それって何色なの？これ紫。そう、あのね、根茎の方が。赤いのよりですよね。これか、あと村井さんセレクトはこちらですね。これ、うん、これもおしゃれですけど、なんかサングラスはあれ、この金色がついてる。その豪華さがね、豪華さがやっぱサッチあった方がいいと思う。そうそう、そっちの方があって、これですね。俺ネイビーのランチも良かったな。それネイビーのね、すごい。あ、ランチじゃないです。ランチじゃなくて、はい、これでしょ。これです。これとこれも、これもいいよ。まあ、ヒラクタこれもいい、うん、これもこれやっぱりね、安心、うん、太くて大きくて安心。あ、そういう方がいいのね。あとは原田さんは、あ、サングラス、どうですか原田さん。どれ、僕は、うん、村井さんと同じだけど、僕はちっちゃい方がいいなと思って。あ、ちっちゃい方ね。社長は、私今日あんまり見てなかったんだよ。はい。じゃあ、私ね、そのレイバンのサングラス。これでこっち。ちょっとそのレイバンのサングラスかけて、私はこれをかけてニューヨークを歩いて。でもニューヨーク歩いて、もう持ってニューヨーク歩いてるんで。ええ、これをかけてね。これね、そうそう。あのティアラロプじゃなくてこっち、ね。レイバンね、すごいね、そのレイバンも。でもね、昔レイバンはね、ガラスレンズだったんで、今プラスチックだから、すごく軽い。そうですね。うん、私にもプラスチック。レイバンでも女性かけるの、これ。かけますよ。私は芸能人もいっぱいかけてるよ。かけ出したのって、その芸能人の女性たちもかけ出したのは、ね、セックス&ザシティで、あの、ハリーがかけ出してからみんなかけるのって、私ももうすぐ買いに行って、それで。それでまず、あの、サッチーはね、電子書籍も出してまして。どうなんて言ったらいいんでしょう。はい、新井さん絶対無理ですよ。絶対無理の ありがとうございます。絶対無理の中にもチャンスは結構あるものですっていうタイトルで、あのなぜ私がの友達も知り合いもいないのにアメリカに渡ってライブができるようになったか、またそれをしようと思ったかっていうのが主に書いてある。いくらだったの？500円で、アマゾンキンドルで500円で、はい、ということで、ぜひ皆さん、なるほど、さ、もう一回タイトルを、はい、新井さん絶対無理ですよ、新井さん絶対で出るともうここにバーッと出てきますから、ね、うん、はい、ぜひお買い求めください。はい、Amazon Kindle 無料アプリを落としてみてください。はい、スマホからもご覧いただけます。うん、はい、それで清水さんはどれですか？あ、自分これ良かったね。あ、それね。あ、これも良かった。あ、じゃあそれかけて。ちょっとそれかけて。それも素敵ですよね。私も暖色似合わないかと思ったら結構。男色って男じゃないの？ちょっといやらしいんで。男なんか男性。どうですか自分は見て。また違う雰囲気を作るのに。意外と良かった。うん、なので驚きました。でもね、で、あのサチさんの方から何か告知ありますか？はい、もうぜひぜひ告知をしてください。はい、キンキンですと3月の22日火曜日、荻窪ルースターで80年代アイドル特集ということで、はい、80年代のヒットソングばっかりを歌うライブを行います。何時からですか？それは、8時からです。8時から。お食事もできますので、あ、夜の食事もできますのでぜひお越しください、はい、そしてあと皆様に来ていただきたい、ここにいる方全員に来ていただきたいのが4月の10日迷惑の日曜日、これはサッチの誕生日、誕生日が4月2日なんですけど、バースデー&私、あのアニソンユニットの、あのコーラスユニットの超ハモリ隊っていう2人組で、その方たちのプロデュースでかつてデビューしたことがあったんですけど、それが終わっちゃったあと特に何もなく1人だったんで、まあ、普通になんかノルマを抱えてみたいな、普通に女性シンガーソングライターライブとかそういうのをやってきて右翼してきたんですけど、そういう1人になってから15周年、あ、今年15周年私行きますんで、そう、水越さん来てくださる。4月10日ね。イベージ立ってるよね。立ってます。もうね、5枚もチケットお買い上げいただいて、してない、申し訳ありません。5人で行くよ。してない。申し訳ありませんってことで。してない。ということでね、あの皆さん、ぜひね、はい、サッチの15周年ライブ、マジでね、
来ていただいて楽しんで食べて帰っていただきたいと思いますよね、今日はなんかね私の素敵素晴らしい本も本当に申し訳ないけどみんなで、ね、さっきは大したことないのにバンドは素晴らしいとかすぐ言われてひどいんですけど、ね、本当バンド素晴らしいとか前言ったよね、池袋行った、バンド本当素晴らしいよ、すごかったね、ポルノグラフィティとかね、もう今ね最前線でって、今度しかも私より全員若いメンバーを揃えたって、あ、そうなの、あれサッチのライブはマジでねすごいよ、ほんと素晴らしいミュージシャンで、もう明日武道館でライブやるって言ったらすぐできるメンバー、あとは動員のみなんですよ、ほんと頼みますよ、メガネの前田プレゼンツでサッチに武道館、実動さん来てくれました、 ありがとうございます、似合いました、サッチさん大きめのメガネ似合いますね、ありがとうございます、あと川本さん、新井さん絶対無理ですよ、リンクアマゾンリンクしてくれてます、絶対無理と言われてもチャンスは結構あるものです、はい、ありがとうございます、リンク貼ってくれました、ありがとうございます、鎌田さんも、もうありがとうございます、素晴らしい、ね、ということで、前田さんからは何かありませんか、いや特にないな、はい、3月31日じゃ3月31日、あ3月31日ね、はい、で次回はね牟田さんが来ますんで3月10日ね、はい、あ牟田さんね、はい、はい、次回ということで、サッチ今日どうでしたか、はい、今日は今までこのメガネは似合わないかなって思っていたメガネも意外と かけてみたらうまくいったので、やっぱりアドバイスが一番で、自分は自分の好みでしか選んでないんですけど、それもプロの目で選んでいただくと意外とメガネはこの一部っていうようにいろいろ広がっていくと思いますからね、ぜひぜひプロにかけてほしいよ、ね、はい、プロに選んでいただいて、でもねこれだけかける機会ってないでしょ、ないですね、ありがたいでしょ、はい、ね、本当番組じゃなくても嫌がらず、メガネの前田だったら皆さんの何種類でもチャレンジできますので、ぜひ武蔵小金井徒歩1分伊東洋華堂の中のメガネの前田にお越しください、ありがとうございます、ということで今日のゲスト、はい、最後にしてください、今日のゲストは歌手の新井幸恵さんでした、せーの、はい、サッチーで、ありがとうございました、なんかあ、今日は帝国ホテル、そう、金目のチョコレートとか大好きなんですけど、もしかしてチョコレートですか、ありがとうございます、ピンバッジ見せてよ、ピンバッジ、ありがとうございます、今日はどんなピンバッジ、うち、はい、ということでありがとう、草間ちゃん、ありがとうございました、最後にプレゼント、それ何帝国ホテル、多分チョコレートじゃないかと思って、多分細いのがこうやっていっぱい入ってるチョコレートだと思います、これは本当に美味しいんですよ、なんで知ってたんだろう、これ好きなの、さすがですね、さすがですね、はい、ということで今日はねギャラリーの皆さんもたくさんね来てくださいありがとうございました、ありがとうございました、じゃあまた来週この時間にお会いしましょう、私はいませんがどうぞご覧ください、来週じゃないんでね、はい、再来週、それではまたさよなら、次回さよなら、ありがとうございました、メガネはバイタです。